どうも、ウエダックスです。今日は、動画でコメント返信とちょっと VR についての雑談をしてみたいと思います。はい、ではね、昨日マインクラフトやったんですけど、それにコメントをいくつかいただいたので返信したいと思います。フリーダムさん、画面見てたらめまいがして気持ちが悪くなってきた。グラボの性能を上げないとダメでしょ、これはね、グラボの性能じゃなくて私の操作と動画のフレームレートでしょうね。でしょう。それで読んだと思います。はい、グラフィックボードは問題ないと思いますよ。はい、で、ともいこうたさん、いつもありがとうございます。マインクラフトの VR あまり期待していなかったのですが、割といいですね。そうですね、あの酔いさえなければ、あのVR の課題はやっぱり移動だと思うんですよね。あの脳がついていかないんですよね、コントロールのスティックの動きとかには。なのでそれが対応できるのであれば十分マインクラフトは楽しめそうな感じです。はい、でももさん、ももあかねさん、マイクラ VR 出たのね。そうなんですよ、出たんですよ。で僕はあんまりマイクラやらないんで、で周りは結構やる人多いです。でも、多分やらないですね。ももさん、いつもありがとうございますね、コメントをいただいて。まなみも喜んでます。はい、でキングカズマさん、1時間やったら吐きそう。そうですね、私はもう10分で吐きそうです。はい、でラブさん、主観だとめちゃくちゃ酔いますね。三人称視点がおすすめです。もしくは 2D で進めて VR で見たいところができたらVR でプレイするのがいいかと思いました。オキュラス持ってるんですよね。で私もね、そう思うんですけど、せっかくなんでね、 VR ってね、一人称じゃないと意味がないと思ってる方なんですよ。見下ろしのゲームとかあるんですけど全然興味がなくて、結局はその世界に入る以上一人称じゃないと意味がないと私は思うんですけど、ね、だから VR はやっぱり一人称であるべきだと思ってて、でゲームも一人称であるべきだと思います。あと体験ものとかもね。で結局入って見回す分には問題ないじゃないですか。あとジェットコースター式っていうんですかね、あれもよくできてれば問題ないので、結局自分が移動したい時にどうするかっていうのが本当に課題だと思うんですね。でテレポート式とかいろいろありますが、結局自分が動かないゲームが一番よくて、それだと絶対酔わないんで、それがベストだとは思うんですけども、それだとやっぱり楽しみが欠けるので、どうやって移動するかですよね。うん、あのクランブ、あの岩を登っていくゲーム購入されたと思うんですけど、私もあれは購入しようと思ってるんですけど、あれはできたらオーキュラスタッチでやりたいんですよ。でオーキュラスタッチがいつになったら出るのかなと本当にずっと待ってて、もう HTC の方を買ってしまおうかと思うぐらい、あの手のコントローラーが欲しくてしょうがないです。はい、でお猿のジョージさん、これはオキュラス用のメガネを買うしかないです。あのオキュラスリフトはメガネで使えるかっていう動画のコメントですね。そうですね、しかないです。これあの強引に入れてからかけるという方式しか使えないので、そう考えたらやっぱりこうやってね、ちっちゃいメガネを用意するしかないです。で私ね、買った時にね、すごい不満そうな顔した動画が上がってると思うんですけど、この見えるか見えないかっていうのは全然違うんですよ。なので見えたらね大満足です。で近視に調整できないのかできるのかとかあるじゃないですか。スマホやとできるんですよね。あれはね、結局スマホをここに持ってきてるだけなんで、この距離感を調整してやるだけで度が合うところが出てくるんですよ。だからいけるんですよ。でもオーキュラスとか HTC とか多分 PSVR とかはそれじゃあね、多分奥行きが出せきれない、あと VR としての性能を発揮しきれないから、メガネが必要となってくる、もしくは特別なレンズとかが必要になってくる。
っていうのがよくよく分かりました。あのスマホのね VR って結構思ってたよりも出来はいいんですけど、やっぱりそこに画面がある感っていうのはそこあのどうしても拭えなくて、オキュラスは本当に遠くにあるとかここにあるとかいうのは感じれるんですけど、その辺がねやっぱりスマホの限界なのかなと思いますね。はい、平岡さん、まずは私の使ってる PC と一緒で笑った。使ってる CPU は i5-6500 ですが、はいはい、私はまあ、オキュラス用のパソコン以外はほぼスペックが低いです。なのでCPU は基本的に一番安いのでいいと思ってる方なので、どうしても安い CPU を使います。マザボですね。マザボのね基本的に5000円ぐらいのものしか買わないんですよ。なので今後ね VR のためにいろいろやってしまうかもしれませんけど、基本的に私は低スペックで十分だと思ってる方です。はい、お魚アドベンチャーさん、僕も今日予約、あ、PSVR ですね。僕は乱視なのでぼやけた感じはありました。網目がはっきり見えたので画質は期待できないとは思いましたが、 PS4 ネオでフル画質になればもっと良くなりそうですね。 PS4 ネオで PSVR が変わるとことはあまりないんじゃないでしょうか。そういう製品の開発の仕方は多分しないと思うので、PS4 ネオで VR が良くなるっていうことは多分ないと思います。でね、ぼやけ真ん中見てる一点しか合わなくて周りがぼやけるって私この動画で言ってるんですけど、その原因をちょっと調べてみたんですけど、結局 HTC とオーキュラスはレンズが2個なんですって。で目の幅の調整ができるようになってます。でも PSVR は板1枚らしいんですね。これはコストダウンのためだと思うんですけど、なので目の幅の調整がないんですよ。ようよう考えたらしてないんですよ。行った時にやれと言われたのは上下でフォーカスの合うところを探せっていうことだったんですね。なので目の幅の調整がなかったんですよ。っていうことはそういうことなんです。でそういうものだとどうしても周りがぼやけるんですって。これはネットで調べたらわかると思うんですけど、なのでPSVR はものによってはソフトの方で調整できるようになるらしいです。その目の幅ね、それさえ来ればいい感じになるのかなと思ってるんですけど、その私が体験したところでは被って上下でフォーカス合わせるだけなので、そりゃね、全体的にはフォーカス合わないなと。で全体的にフォーカスが合う必要があるのかっていう話もあって、人って見てるところにしかフォーカス合ってないじゃないですか。だからちょっと周りがぼやけてるのが普通なのだと思うんですよ。ただオキュラスはもうすごいですよ。ビターッと世界中フォーカスが合ってる。だから見てるとこ以外も目を動かせばちゃんとフォーカスが合ってるんですよ。それは不自然なはずなんですけど、こっちの方が楽なんですよやっぱり。でただ今後ソフトが進化していけば、例えばスピードが上がると周りの風景が速くなるじゃないですか。ほんなら周りはぼやけていくのが当たり前じゃないですか。そういう処理とかしていくことによって酔いとかも低減されていくということもどっかに書いてありました。はい、何の話だったかな。あ、予約してきたっていう話でしたね。網目がはっきり、網目はねこれでも見えますよ。結局ね液晶をすごい近くで見てるのと変わらないんで、よく見ればそれは網目は見えるので、それと画質は多分あんまり関係ないかと思う。どっちかというと解像度で、まあ解像度ももちろん PSVR の方がオキュラスよりは悪いんですけど、結局技術者がどう処理してくるかでしょう。同じプレイステーションのソフトでもすごい綺麗なグラフィックとすごい解像度が荒いゲームがあるように、その辺はやっぱ技術者がどう処理していくかだと思うんで、 PSVR は十分画質は期待できると思います。はい、で熊田熊さん、お姉さんは痛くないですかって聞いてるだろうに、あ、そうですね
痛いぐらいで、痛かったわけではないんですよ。びっくりするぐらいギュッてされたんで、ちょっとびっくりしただけです。痛かったら痛いって言います。はい。で、源一さん、原一さん、小生も作ったのじゃ、ジャンク品の中からアサステックのマザーにフェノム2。ああ、安いパソコンですね。ちょっと長文なので。そうですね、うん、いいじゃないですか、安いパソコン。私も結構パーツが余ってるので、余ったパーツで最近パソコンを組んだら、今のとこ8台後ろにあります。何に使おうかと、はい、ぐらいですかね。今コメント返事してなかったのはだいたいそれぐらいですね。はい。で、VR なんですけどね、オキュラスはコンテンツが少ないのと、ハンドコントローラーですよね、オキュラスタッチ、これが出ないと始まらない。なんで今出てるコンテンツですごいいいってものは本当にないです。見下ろし視点のゲームとかかなり評価されてるみたいなんですけど、一人称ですごい楽しめるなって思ってるのは本当にイントゥーザデッドっていう、500円で買ったね、ゾンビを撃つゲームぐらいです。あれは面白いですね。その VR ならではです。グラフィックもしょぼいし、ゲーム性も大したことないんですけど、すごい楽しいですね。飽きずにやれてるのはあれぐらいじゃないですかね。うん。あとガンジャックっていうゲームが、男ならその機銃、銃座か、銃座に座って銃を撃ちたいっていうのがあるんですけど、それを叶えてくれるゲームなんですけど、あれもまあまあ面白いですね。あれがガンダムとかやったら最高なんですね。だからそういうのは PSVR に期待したいなと思うんですけど、で結局その触りたいっていう衝動と、その銃を持ちたいんですよ。銃を持てるだけでもうどれだけこれが楽しくなるか、もうそれだけがすごい楽しみ で、あとはもうコンテンツがそれに合わせてどれぐらい出てくるか、あとはその HTC のルームスケールにすごい魅力を感じていて、手を出してしまいそうなぐらいですね。で、まあ PSVR はもう間違いなくそのコンテンツ、その IP タイトルですね、アニメとかですね、その辺が、まあバイオハザードが決定しているので、今のところバイオハザードとかバットマンとか、そういうタイトルは本当に期待できると思います。そういうのがなかなかやっぱりパソコンの方には流れてこないので、それはPSVR ならでは、もうそれはそれこそドラゴンボール、進撃の巨人、ワンピース、いくらでもありますよね。 PSVR ならそれを叶えてくれるんじゃないかと思ってます。あとは本当にハンドコントローラーです。で、やっぱり PSVR のハンドコントローラーあるじゃないですか。 HDC もそうなんですけど、棒状なんですよね。あれはちょっといただけないですよね。やっぱりそのオーキュラスタッチみたいなこう握れるのがいいんですけど、でも出なきゃ話にならないんですよ。で、PSVR はもともとそのモーションコントローラーとしてどうなんでしょう。見て反応する速度はやっぱりそのオーキュラスとかに比べて遅いらしいです。だからちょっと時差を感じるらしいです。オーキュラスとかはもうそこに自分の手があるかと錯覚するぐらい正確らしいです。はい。まあね、それはでもやっぱりそういう、こういうなんですが、ね、マニアックなものとコンシューマーっていうか、その一般的に普及させるものっていうのはそれぐらいの差は出てくるでしょうし、その辺はコンテンツがカバーしてくれるんじゃないかと思います。はい、うん、それぐらいですかね。とりあえずオキュラスタッチ待ち、早く出てほしい。で、 VR のゲームはね、まなみさんと一緒にまたちょこちょこレビューしていきますんで、ぜひ見てください。はい、今回ちょっとコメント返信っていうのを初めてやってみました。あと雑談ですね。はい。長い間聞いていただきありがとうございました。またよろしくお願いします。上田くすでした。